どうも、パフォーマンストレーナーのそのすけです。今回もですね、ストレイキッズさんの、これ、トークっていうのですか、ダンスプラクティスですかね。はい。スーツバージョンっていうことでですね、日本の人たちもこの英語の使い方をよく間違えますが、これも間違ってる気がします。これは、スーツパフォーマンスだと思いますね、これはね。パフォーマンスビデオだと思います。まあ、どうでもいい話なんですけどね。はい。シュレギさん。まあ、これ何回か見ましたけども、ちょっとスーツバージョンも見たいと思います。すごくね、日本でも人気がどん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 上がってるみたいですが、いきましょう。これが、あれだよね。バンちゃん。チャンビン君。ここにね、名前の、こういうのありがたいよね、こういうの。これありがたいですね。はい。ちょっと髪型とか全部違うから、ちょっとわかんないのもたくさんあるんだけど、こういう画像を作ってくれるの本当ありがたいですね。こう名前と顔をはっきりこうね、出してくれるっていうのね。にしろや、8人なんですね。ただ難しいですね、これね。みんな髪型が似てるからね。このアイエン君、スンミン、リノ、ハン。ここら辺がちょっと僕はまだわかんないですけど。まあ、パフォーマンスがね、大事なんですね。いきましょう。かっこいいな。ウィー、ナイスヒット。いや、ヒョンジン君は、なんか独特な雰囲気やっぱ持ってますよね。これ誰だろう。めちゃくちゃかっこいいアクセントつけてる。いや、首っていうか、この胸椎との、ここの胸椎とね、頸椎のこの、なんつうんですかね、分離の仕方というか、力の抜け具合というか、羨ましいですね。柔らかいな、首。おお、このね、このヒットよ。おい。これね、このショルダーロール。アンダーロールって言うんですけど、我々はね。下から上にこういう風に来るの、これ、アンダーハンドって言って、アンダーハンドとは、ハンドは手ですけども、まあ、アンダーロールですね。そう。人間の歩行で考えても、こう、人間ってこう、こっちなんでね。アンダーロール、これで前に。で、ヒップは前。オーバーロールなんで。アンダーオーバーでカウンターバランスができて、体に対してねじれの、安定性が、出てくると。まあ、これが我々がいつも使ってるコイリングっていう、体の使い方ですけども。まあそういう時代になってきてますよね。体を縦に固めないっていうね。はい。すごく今回僕もね、アメリカから帰ってきたばっかりで、まあ帰ってきてから2本ぐらい動画撮影してて、その動画でもよく言ってる、毎回言ってるんですが、もう時代がどんどん変わってきてるんでね。そして僕が今回受けた3日間のセミナーのうちの1つ目のセミナーはですね、RMT、ローテーショナルムーブメントトレーニングスペシャリストっていう RMTS っていう、講義があるんですけども、まだ日本では1回も開催されてないんですが、もう韓国ではたくさんのトレーナーたちが生まれているんですけども、で、韓国人がなんでそこにこう目をつけるかは、またちょっと僕もわからなくて、もしかしたらいつかその韓国のグループに会うかもしれないんですけれども、本国アメリカではかなりダンサーさんが受けている資格です。で、ダンサーさんっていうものは、まあ、日本だと、
ダンスとトレーニングって結構分離されたものなんですね、未だにね。で、やっぱり一般の人たちからしても、例えば僕がこのリアクションでダンス、多分トレーニングのことを語ったりとか、ダンサーさんとトレーニングと体の使い方とか、こう身体操作っていうことを話すと、ある多分ダンサーさんとかは、何言ってんだこいつっていう、踊りが全てだろうっていう人も多いと思うんですよ。だけども、世界的な視野で見ると、じゃあどうだっていう。一つのワンウェイだけでこう考えるんじゃなくて、自分に足りないものを何かで補うっていう考えができる人たち。まあ、いわゆるアスリート的な考えですよね。だからそういった人たちがかなり集まる空間に今回行ってきて、実は一人ダンサーさんの方がいてですね、彼女めちゃくちゃトレーニングするんですよ。本当に僕らが、僕と、僕のインスタグラムとか見てもらえばわかりますけど、僕がやっているようなパフォーマンスケートの時に、パフォーマンスって人がなんかこう、なんだろう、皆さんの中でパフォーマンスってどういうものが印象で出てくるかわからないですけど、パフォーマンスっていうのは人間が繰り出す動作のことを全て言います。すごく複雑かもしれませんが、僕がバーベルをね、パンパンってこれ上げてるかもしれない。一つのこと考えると引き上げる。そしたらトランジションって言って持ち帰る。移行する動き。そしたら回旋形が、ねじれが前で入るのか、後ろ側で入るのか、これフロントバックっていう考え方がありますけども、引く、押す、これが、両方入れ替わる、このトランジションって言ったりもしますけども、それがスクワルパターンなのか、スプリットのパターンなのか、いろんなパターンがありますよね。その動作をどん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 崩していくと、このダンス系統の動きになってくると。だから、立つ、構えるとか、そういうふうに止まるとか、減速してゆっくりな、神経系の体の使い方とか考えると、骨だけで分析したら、ほとんど同じ動きなんですよね。これ全部、肉も全部外して、骨だけが動くと、骨って一線でしか動かないので、ウェーブってこうやってこう滑らかにこう見えるじゃないですか。うわー、すごく、こう、うにうにしてるなって見えるかもしれないんですが、じゃあこれ骨レベルで見ると、そんなにうねってないと思うんですよね。そう、我々のこの皮膚の組織ってね、なんていうんですかね、不思議ですよね。そう、この皮膚の組織だったり、この肉の厚さだったりが、こうなんか波をこう見せてくれるんです。実際骨だけでトラッキングするとそうでもないんですよ。カクカクしてるんですよね。逆にそういったあの骨のカクカクをこうね、明確にする、まあ、こうティッキングとかってありますけども、まあそういった風に繊細に繊細に人間を分解していくと、やっぱそういうふうに、僕の目ではそういうふうにちょっと見えてしまうので、で、やっぱそういうふうな、モーショントラックの目をどんどん使って養ってきたんで、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、そう。だからね、もしかしたら、その文化が、こういったアーティストにも入ってくるかもしれないですね。韓国は多分入ってきてるとは思うんですけどね。まあまあ、ちょっと脱線しましたが。しかしでもやっぱりドラマ見てもそうですけど、韓国人の人たちの体の作り方はもうズバ抜けてます、やっぱね。日本勝てないです、やっぱり。男性は特に。ちょっとこのフェリックスがやばくないですか、これ。これ柔らかいですよね。いや、これで見えてないけどね。もう超引き上げてっかんね、これ。早いね。もうさ、こういった基礎ですよね。もうこういうオープンになって、股関節の可動がちゃんと綺麗にこう出るっつうのはね。しかし踊りづらいだろうな。よくこんなんで踊るよな、本当に。綺麗。出ました。スピニングキック。蹴りづらいよね、こんな靴でやったら。絶対靴ずれするわ、こんな。あと、よくこれメガネ落ちないと思うんだよな。固定してんのかな、これ。あのね、結構ダンスやってない人、
はわかんないかもしれないですけど、ナンバーって言ってね、一緒にこう踊り、まあいわゆるステージで踊ることがあるじゃないですか。いわゆるダンスの発表会みたいなとか、コンテストとか。で、衣装のコンセプトで、まあサングラスかけていいよとかって言って、やっぱり初心の時ってこう、やっぱかけたくなったりするわけですよね。でも、やっぱり経験がないから、かけたらね、飛ぶんすよ。落ちるんすよ。で、やっぱり固定しなきゃいけないんですよね。やっぱり人によっては、こう、うまくね。で、ネックレスとかも全部縫い込んでるんで、そう、実際ね。で、あえてこういったネクタイとか固定せずに、綺麗に、もう動くようにしてるんでしょうね。そんな調子に乗ってね、メガネとかかけると飛んできますからね、スパーンって。僕はね、経験あって、コンローの上に帽子かぶったら、もう一発目の、ダウンの、なんだっけ、フットアップのステップで前出るっていうだけで、もう帽子が飛んでってしまって、ちょっと、投げ捨てて、ちょっと怒られたっていう経験があります。ああ、綺麗な子。いや、ほんと線の決め方が綺麗っすよね。ここの全部のラインがね、もうショルダーラインとかね、もうこの体格のラインとかね、さすがですよね。JYP さん、もうこういう、このヒュンジン君のね、手先一個一個のもう、こういうとこ、これが多分ディテールですよね、こういうふうな。バンチャンさんとかもそうですけど。まずでこう初心者の人見ると、わかりますよ。やっぱり。まあ歴がね、もちろんあるから、それは違うのかもしれないですけど、違うのは当然なんですけどね。やっぱそこかま、この立ち方一つもそうですけども、でもやっぱ全然違うんですよ。この姿勢とかね。やっぱね、硬いんですよね。ただ止まってるだけっていう、新人の人たち見ると。やっぱこう、鈴さんとかもね、もう歴があるんで、立った時にこう、やっぱりこうエネルギーが死んでないっていうか、なんつうんですかね、本人たちはそんなに意識してないんだろうけど、まあ染みついてるもんなんで、やっぱ見せてるっていう、それが抜けないんですよね。これね、これほんと綺麗にアームス決めるよな。見てください。もう今あえてこうヒュンジンが前に出ますけども、肘と肘が近くてもこうやってここの空間が狭いじゃないですか。これで、ね、世の中の人たちもね、こういったこの首から菱形筋といって、この肩甲骨と脊柱つないでる、肩甲骨とねつないでる筋肉だったりとか、あとはここの、肩甲胸筋か。だったりが、もう硬くなりすぎちゃってるんで、寄らないんですよね。あと、もしくはこの胸椎の屈曲ですね。ここの背骨のこの屈曲のこの柔らかさも、もうやっぱり現代の人出ないので、こういう質感、いいですよね。だからこの質感が出ないと手先の力抜けないんですよ。指先がだから綺麗に走るっていうのは、ほんと力が抜けてないと、指先って綺麗に動かないんですよね。もうかっこいいな、このヒールトー。ヒールワントートゥイストステップ。うぃ。えい。珍しいですよね、このね、エントリー。ポップコーン。かっこいいな。誰かわからない。Who is he? リノ君かな。かっこいいな、スーツでのこんなターマ。
綺麗な愛されしますね。このかかとがちゃんとね、もういって上がってからの内旋、こうね、内に入れるって、もうこの内旋可動域、ほんと羨ましいわ。あと、アームス、もう芸術ですね、これね。ダイアゴナル。なんてこれ発音してんだろう。すげえ舌動いてるけど、俺なんて発音してんだけど。うー、低い。この低さでヒールとかましてくるっつった、相当これは素晴らしいっすね。もうこれね、もう本当につま先なのか、かかとなのか、もう低背屈でちゃんとバランス取れるっていうことをできないと、この可動域と低さで動けないですから。やってみると分かりますよ。これだけの低さ取るっていうのは。こっちにかかってても、斜めに入ってても、ちゃんと重心が乗ってないと動けないんでね。相当こういう風なシフト動作に対して適合できないと、まあ、そういった特別なアイソレの訓練だったり、センスだったりがないとできないですよ。しかも歌ってしね。いい。これですよ。こんだけ足首が制限されてて、あれだけの動きできるっつうのは、本当に場数なのかね。なんか、スキズさんに対して、パークさんが、なんかこう、デビューしたての頃なのかな、なんか抗議してた、なんか TikTok が上がってましたけど、なんかあれも感動しましたね。なんか、一回は、皆さんは普通の子たちができることはできないと。で、どんな時でも人が何かしたいと思っている時は全部練習に費やせと。どうやったらうまく歌えるのか、どうやったら綺麗に見せれるのかのみをもう追求してってくださいっていうふうに言ってたの。あれはもう本当感動しましたね。アーティスト業。もう多分我々が想像できないぐらい、そういったところに時間を費やしてるんだなって思いましたね。あの動画見た時に。じゃないとこんな質感ならないですもん。どう考えたって。見せ方一つもそうだし。なんちゅう綺麗なこれビジュアルして。つらい。くぅ、走ってる。いや、このフェニックス君もえぐいな。おい。このヒンジングなんか、かなり脱力してるの。もうチャンビンさんはね、ほんと硬いよ。なんかドラマのなんだろう、マッチョな警察役みたいな感じだね。ちょっと怖いよね。これ本当に銃のあれだからね。これね、この前止めましたけども。ここね。うえ。これいつ止めてもやっぱもう100%だね。もうさ、この中心軸はここ、この縦線が一切崩れないの。重心落としても移動しても、これほんとね、もたつき出るんすよね。一切ない。あ、股関節、前も言ったかな、股関節柔らかいよね。おい。
超かっこいい。何があるんだろう。何このひよこは。あ、ステイバケオ、かわいい。今みんな踊ってない姿やっぱかわいい、かわいらしいですね。韓国の人たちって面白いっすよね。かっこいい。個人的には一番かっこいい。ああ、面白い。